NHK 党に警告、選挙ポスターで都知事選においていわゆる NHK 党が選挙ポスターを販売している問題について21日に林官房長官が掲示板は候補者以外は使用できない他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項が公表された場合には処罰の対象となると警告いたしました。こちら、東京都においては NHK や 公助両属に反するポスターを貼った候補者に対して、非難豪豪といった状況でございますが、まあ、この都知事選、毎回おもちゃにされておりますけれども、今回は特にひどい印象を受けます。今回の場合、まあ、候補者のお遊びだけではなく、政治ごろ的な金儲けにも悪用されているように見えてしまいますので、政府、国会、また自治体にはこのような問題が続かないように、 法整備を進めていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。